味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿に事情を聞きたいのだけれど、どちらも本陣に困っているようね。まるで駄々をこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両毛もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。関連者の猛毒を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。お前の治癒日々磨かれているな。こら正則、何やってんの。なあ、女だろうがてっぺん譲らねえって。喧嘩っ早いけどいい子でしょ。おねねさん、すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。しゃっ、師匠、あなたこんな時だけ本気で戦ってどういうつもり。なんかめんどくさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。うん、強くて賢い、いい子だね。こら、ひよまさん、おとなしくしなさい。目のやり場に困る。色仕掛けとはどこまでも卑劣な敵だ。ひよまさん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。俺が、おねねさん、嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官が全て潰してやろう。全て潰すだと。総比は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。しっかりしてよ。いや、まったく、なんで俺はおねね様と。少しだけ頭を冷やしてみせろ。この調子でもう一つの大筒も止めないと。大変なことになる前に。よくできたわね。私も誇らしいわ。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。手組みにしては妙に攻撃的だ。こいつら裏に何かありそうだな。仲間に任せよ。こんな見事に負けちまうとはな。まだまだ暴れ足りねえな。そこの無才をさを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、
孫悟の連中もいるのか。シーゲン、今すぐやめなさい。母の言うことが聞けないの。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。冗談もほどほどにしてもらおう。いや、ちょっと問題発言だよ。もう即刻お仕置きだね。シーゲン、冷酷な母でごめんなさいね。みんなはどんな気分かしら。どうかお許しを。お叱りは後で受けますゆえ失礼。何者も素直に止めてくれる分まだ可愛げがあるのね。これで少しは静かになるかしら。ほら、ソーヒー、三成と一緒にいたずらしちゃダメでしょう。うるさい女だ。今すぐ我が前にひれ伏させてやる。しっかりしろ、カンネ。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、俺、何してたんだ。なんで、テントに切れてたんだ。強くて賢い、いい子だね。おお、郊外殿、正気を取り戻されたようですな。わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことまでは覚えているが、ここなれば打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を掃討し我らの余力を見せつけよ。この竜玄徳の邪魔はさせぬ。陣の世のため全ての敵を撃ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。お前の地位日々磨かれているな。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。この戦場に割って入るとなんと強引で傲慢な女子か。家康、引きずってならないよ。ねね忍法でお仕置きだよ。正気に戻ったようね。あなた、ねね殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと、いたたた、急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいました。困ったね。皆正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。よくできたわね。私も誇らしいわ。そんな格好でウロウロするな、バカ。死にたいのか。ほら、ミスネリー、血も態度も悪い子は戦艦だよ。お姉さん、申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。三成、どうしてこんなことになったの。我らはそれ、妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔たちはどこです。この霧が出ると同時に姿を消したのです。ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。そして
皆がおかしくなったのね。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。いやああ我が策を見破った。ならば追い我が愛自ら相手をしてやる。黒幕が出てきたか。奴を討ち取りこの騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であったか。霧が晴れた途端全てを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。誰のせいだ。俺はおっさんに刃を。もうとしまえ、きっちりつけてもらうぜ。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲違いでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく